映画賞下町探偵団源さんです。今日はね、蔵前に来てるのだ。蔵前っていうと繊維問屋だと思います。っていうか、こういうお店が多いイメージあるけど、実はね、花火問屋っていうか花火のお店もね、かなりあるんだよ。うん、知ってた？まあそんな中でちょっとね、今日はね、珍しい花火を扱ってる店があるんで、そこ行ってちょっと花火買ってみようと思ってたのだ。ここね、ここは違うんだけどね、ここね、花火コーディネーターのいる店としてね、長谷川商店、ここもかなりね有名だよ。なんかそれなりに花火のお店もいろいろ頑張ってる感じする。すごいね。じゃあ行ってみようかね。もうちょっと行ったとこにあるんだよ。でね、目的地はね、ここ。山掛商店蔵前ブリキ、なんだブリキのおもちゃとか持ってんのかな。ほら、尺玉がある。見た目うまい棒屋に見えるけどね。なるほど、なるほど。これですか。大江戸ボタン。そうそう、それがまあ一番、まあ、物が一番きれい。660円 10本入って、うん、安いんだか高いんだか。いや、まあ普通から考えれば高いよね。1本60円だ。あ、そうか、10本しか線香花火入ってないんですね。それはだって80のおばあちゃんが1本1本酔ってくれてるからしょうがないよね。これもう材料も作ってる人も本当に国産。全部国産。国産ですか。火薬も、はあ、まあ、もちろん日本の和紙使ってるからね。うん、和紙も全然風合いがいいし綺麗で、やっぱちょっとこれなんだろう、わびさびっていうか粋でいいですね。一つ買います。お願いします。もう粋でも帰りでも買ってってください。いや、今買います。なんか他になんかちょっと珍しいものとかないかな。うちらほら問屋なんでね、本来だったらこう全部箱売りなんだけど、今巣ごもりで買って、すごいですよ皆さん、はいはい、お見えになるんで、はい、こうやって少し作ってあげてるんですよ、こうやって。あ、そう。バラでこれみんな卸になってますけど、まあ、特選品っていうかね、こうやって絶対に綺麗な日本製の花火を。じゃあ、あんまり、まあ、うちのサービス品はこういうセットがあるんだけど、こういうのはなんか、うち子供に言ってないからいいです。それじゃあやっぱり線香花火ですよね。風情がありますよね。うん、そうですね。まあ、あとはこれ子供のおもちゃだから花火でね。これいいかな。え、ここら辺はどう違うんですか。白縫いとか、あら、これは九州のおばあちゃん。みんな日本純国産ですか。そう。これもう、荒尾さんって商売やめちゃったんで。ちょっと違うんですか。これとこれはちょっと違うんですか。よりの色が違うの。あ、色が。じゃあ、での花火自体は一緒。あ、もう線香なくて、どれ持ってても一緒だ。じゃあ、なんともこれが一番有名っぽいですね。それが一番有名だし、一番綺麗。はい、わかりました。じゃあ、これ一つください。はい、買ってみた。あれ、雨降ってきたな。ちょっと早く帰ろう。これは降るな。今日ちょっと花火やろうかと思ったけど、実演は後日だな。うん、とあるビルの屋上に来てるのだ。まあ、わかるかな。装いもいつの間にか冬向きになってるのだ。
雨降りそうだから今日はいやって言いながら、なんか知んないけど何ヶ月も経っちゃいました。これは早くやんないと冬になっちまうぞっつんで、花火をやろうとある屋上へ来たんだけど、ここもちょっとねいろいろ都合が悪いみたい。まだ昼間だしね。ということで夜になってちょっとまた場所を変えて、ちゃんと花火をやります。山掛商店、そこで買ったんだけど、なんかね実はねすごい人みたいよ、あの人。ケラケラ笑ってて陽気な人だったけど、今中国の方に全部花火ってどんどん移行しちゃって、まあ安いしね、そんなに価値の分かる人じゃなければその凄さは分からないんで、もう線香花火って言うとほとんど中国らしいんだけど、でもやっぱり日本産の方が玉がねまず大きいんだって。大きいからね、なんかどっしりしてるっていうか、重厚感があるっていうか、で長持ちするんだって。先行あ中国産が30秒かそこらで終わっちゃうものが2分ぐらい持つとか、正確な時間はよくわかんないけど、もうそういうことで結構持ちもいいししっかりしてるらしい。その分高級花火だから高くついちゃう。だけどそれでもどんどん中国産に押されてっちゃって、これじゃ日本産なくなっちゃうぞって言って立ち上がったのはさっきのケラケラおじさん。あのおじさんたちが頑張って少しずつ日本でも生産できるように今頑張ってるようです。ちょっとあれだな、自撮りのジンバルって初めてかもしれないな。片手が塞がるな。やっぱりよくよく聞くと面白いんだけど、ストーリーがあるんだって。見た目普通だけどね、ダメだ風で飛ぶな。あんまり出さない方がいいな、後で出そう。あのね、ストーリーって何かっていうと、まず最初は4段階の、きらめきというか、4段階の、形を持ってるんだって、線香花火って。名前がそれぞれあって、つぼみ、ボタン、松葉、散り菊だって。つぼみというか、まず点火したら、ちょこっとね、酸素を吸い込んで、だんだん大きくなって、だんだんこれから花火になるぞって段階がつぼみだね。でこれからパチパチパチっとね、一つずつ力強い火花がね散ってくるんだって。これがボタンだね。でもまあこの後が松葉って段階なんだけど、ボタンと松葉ってのはどうかな、分かりづらいかもしれないな。松葉ってね、名前の通り火花がだんだんこう散って、松の葉みたいに塩を摩擦、なんか大きな枝ぶりみたいに大きくなっていく段階が松葉だって。多分これがねクライマックスなんだろうな。で最後が散り菊、だんだん散ってってわびさびみたいなもんかな、そういうような感じでだんだんしぼんでって最後ポトッと落ちる、そこまでが散り菊かな。そういうことらしいよ。じゃあまたもうちょっとかかるけどね、夜まで待ってちょっと花火実演してみます。今度こそ実演してみます。はい、じゃあ実際に点火してみるのだ。ついたね。これがつぼみだね。で、これが今ボタン。
ボタンかな、ボタン。揺れるね。揺らさないで、あんまり。失敗。失敗ってあるんだね。よし。こっちでいいんだよな。合ってるよ、こっちだよ。これが今、つぼみだね、きっとね。揺らさない方がいいよ。あ、大きくなってきた。これでボタン？あ、これで揺らすとやばいんだよ。揺らさないで。今ボタンかな。まだね、本当にこれ怖い。ちょっと待って。あのね、ちょっと待って、これ。これが今、松葉かもしれない。いい感じじゃん。これ多分松葉だよ。松葉とボタンの差がな、よくわかんない。あ、でもこれ終わりかな。チリギクになったのかな。あ、ほらね、終わりそうだね。終わるね、多分。やっぱ履かないね。こんなもんかな。うん。もう小さくなってるもんね。はい、終わっちゃいました。こんなもんですかね。日本産の、超高級線香花火お届けしました。今日はこの辺で、これでいいのだ。